たい。はい。はい、お待たせしました。で、帰りはまた来てねとか。わお、薄口の醤油味。あ、醤油味なんですね。うん、はい、お願いします。お茶島ラーメンの、あ、はい、最後に来たのは2年前3年前ぐらいですね。どこでしたっけ、旭川ダムの。あ、そっちでも。旭川ダムのダムの位置。そうですね、そこで寄った時ですね。ああ、ちょうど紅葉が綺麗なシーズンで。そうだな、あの時な。そこの場所以外にもいろんな場所でこう出されてる感じですかね。そうそう、昔はだから九州から北海道まで。九州からだからな、やっぱりこういうとこやったら興味がねえ人は通り過ぎてくれるから。そうね、うん、まあ、興味ある人は来てくれてる。まず横付けした人は 100% 食べてくれるな。あ、街中はそうはいかんだ。何しようどこかどんどんって話散々聞いて、僕はあそこのラーメン屋が好きで、あそこ、あっちもあのラーメン屋も好きで、あそこはもう毎年通うんですよとか、そんな話散々して、もともとキャンピングカーはキャンプが好きで持たれて、もともとはバイクを乗るたんよ。あ、バイクなんですね。うん、バイク、バイクで旅するのが好きで。ああ、そうなんですね。なんか旅しながら飯食っていく方法はねえかなと。絶対暑いから触らないのによ、どんぶり。あ、どんぶりが暑いんですね。うん、わかりますか。あ、そういう、そういうタイプなんですか。わお、伸びる、伸びる、すぐ伸びるからよ。綺麗、すごっ。あ、ありがとうございます。すごっ。これは、な、塩ラーメンになるんですか。だし、うん、薄口の醤油味。あ、醤油味なんですね。うん、すごい。じゃあ、はい、キャンピングカー、屋台のラーメンになられるキャンピングカーのラーメン。今日は竹部町の福あたりの河川敷。福あたり駅がすぐ近くにあります。この、はい、いただきます。はい、薄めな醤油、いただきます。だから先週は兵庫県のムロ食ったね。うん、ああ、そうなんですか。うん、今牡蠣が始まっとるからな。あっさり牡蠣漁師が牡蠣を剥いたりする人がいっぱい集まっとるからな。あっさり、あったまる。いただきます。うん、美味しいです。薄口の醤油味で、こう細麺で、結構全体的にさっぱりな、あっさり美味しい。あっさりですな。まあ、この器自体もう火かけとったんですかね。なんかそうよ。おお、なんかすごいグツグツ言ってたんで。ですね。結構あれですね、早く食べないと伸びるっていうのが注意点ですね。これはもう当然ですよね。チャーシューもいったの。チャーシュー。チャーシュー。わあ、いいっすね。夏いいっすね。おお。いただきます。
柔らかい。チャーシューはじゃあ、自家製ってことですか。そうそうそうですよね。いや、なんか美味しい。美味しい。昔みたいにこう煮込んでトロトロにすると、はい、焼き豚が3分の2ぐらいに傘が減るんじゃない。ああ、煮込んだら、うん、ということは同じような見た目にしよう思ったらたくさん使うわけ、うん、それを防ぐにはこうやって低温調理にすると縮まんから、そうすると見た目がボリュームが維持できるから同じ容器一致できるのが大体20杯ぐらい最高でな。ああもうそれ以上あったら丼洗えんから、それで次の日に大使さんが来て、ああ普通に食べて別に。ああなるほどなるほどなるほど。へえ。いやうん、どうですか。なかなかいいですね。このキャンピングカーというかで食べる感じってもうなくないですか。ないですね。屋台で外でとかあるけど、キャンピングカーのこの感じで、けどなんか、はい、あったかいし、雨が降ってもいいし、はい、もうちょうどね、この下にヒーターがあって、うん、もうちょっと味も、味はもう大したことねえよ。ままごと道具で作るから。いやいやいや。新米のが、よう言うのがな、今まで食べた中で一番おいしい。で、帰りは、また来てねとか。本当は、回数少ねえから、そんなに大したラーメンの経験ねえのに、あの、ちっちゃいうちから、こう、お弁当洗い入れてくれるから。うれしくてな。確かになんか、元気もらえるというか。うん。その子にとってもいい思い出にもなりますもんね。そうそうなんかそれが残って昔なラーメン屋がなキャンピングカーで来とったことがあって、あのラーメン美味しかったな言うてもらえたらちょっと嬉しいかな。いやいやもうありがとうございます。またこれもしいたら寄りますね。僕インスタグラムやってて、はいはい、どうぞ。あのペット質問させてもらってもいいね。ありがとうございます。全然大丈夫です。久しぶりだ。あ、そうですか。シールは久しぶり。あ、本当ですか。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また。はい、ありがとうございます。ポケナラーメン屋さん、今日は本当に車で走ることたまたまこの河川敷で見かけたんですけど、こうキャンピングカーで食べるこうスクッチ醤油のあっさりさっぱり系のチャーシューは自家製で本当美味しかったので、店主の橋本さんの人柄もすごくこう愉快な方で、美味しいですね。はい、はい、お店の営業の情報とかは、ちっぽけなラーメン屋さんのツイッターで発信されているようなので、営業情報はそちらをご確認ください。また見かけたらぜひ行ってみてください。というわけで今日はラーメン山岡屋。いや、ちょっとね、前から気になってたんですけど、サービス券が油の濃さと味の濃さ、油の濃さと麺の濃さがあります。麺がこんな感じ、ちょっと太麺。
はい、ごちそうさまでした。まあね、他のなんか某めちゃめちゃ辛いお店よりかはまだ我慢できるぐらいな辛さですね。まあ水飲んだらちょっとね、おかしくなったり余計ね辛く感じるんですけど、水なしだったら多分普通にいけるんかなと思うんですけど、まあ個人差があるんであれかなと思うんですけど、まあ全然ネタ的というか、まあ全然まあ我慢できる感じですね。まあ、ちょっと目が覚めましたね。目が覚めたのと、なんかすごい代謝が良くなったような、ね、感じでございます。でスープまで行ったらね、ちょっとやっぱ重いというかね、辛さがめちゃくちゃかなと思うんですけど、麺だけだったらまあまだいける感じです。ぜひ皆さん行ってみてください。あ、ちなみにお店の名前ってあれなんですか、なんか意味あるんですか。なんか前の親父の名前。あ、じゃあ2代目みたいな。あ、もうここやられてる。あ、そうなんですね。すごい気になってたんで。カツラーメンの大盛り大でお願いします。大で、はい。あとあの一口鶏唐揚げ並のやつ一つ、はい、お願いします。すいません、ごちそうさまでした。よかったな。駐車場はね、ここですね、この敷地内の。あっさりの塩ラーメン。塩ラーメンで僕まんま食べないんですけど、全然いけますね。あっさりね、優しい感じで、ほんのり醤油というかね、程よい味がして、カツの良さで、さらに、ね、この唐揚げと一緒に食べたら本当に間違いないなと思います。昔ながらの唐揚げ、そしてラーメン、ぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。
を出すためになるべくゆっくり火を通してこれがこれになるって感じ。もう大体これ低温でやるみたいな、うん、うちの店舗はそう注いで低温の方が油が出るのさ、うん、要は冷たい状態が一気に火を加えると油が出る前に火を通っちゃうから低温でやると要はゆっくりやった方が油が出るから香味油が油が必要だから。麺出ます。はい、ゆっくりどうぞ。はい、いらっしゃいませ。博多っぽい細麺なんだけど、気持ちちょっと太いけど、歯応えが強い気がする。他のラーメン屋さんで普通麺で、この麺の普通麺でちょっと気持ち硬いイメージはある。硬麺が多いかな、硬麺が多いかな。粉落とし、針金までああるんだ。券売機が割り方までしか選べないようにしてるから。じゃあ分かってる人はまあそういうできるセレクトで。今年の博多です。はい、どうぞどうぞ。
割り方で。まず付け台。はい。はい、麺出まーす。はい、はい、そう麺です。
激辛王だね。餃子1枚です。いいよ。Gracias.
替え玉、赤ぶり福島、バリー、はい、福島お願いします。餃子1枚餃子2枚スタートです。餃子1枚、徳島福島味玉です。いいよ。いいよ、先頭バリ。カタツ。はい、麺出るよ。どうぞ。
徳島ラーメンってどちらかというと岡山人の口に合いやすいのかな。かもね。もう青梅始めて13年4年ぐらい経ったから。ね、なんか最初急にできたけど、そんなに違和感もなく。ないよね。ね。あ、そうだ。東大はもう今イオンの。そうそう。岡山はね。もともと東大が最初だから。そっから、うん、そっから、フランチャイズ作ったのが本来名号だから。中庄の、中庄と青江と青江駅前、中庄が最後だね。で、県外にも県外はあれがもともと東大本部だから。あ、なるほど。うちは岡山はうちがやってる。あ、なるほど。はい、列車どうぞ。はい、フツツーでーす。
着きました。ちょうどもうあともうちょっとしたら2時ぐらいの、いや、だって野口になんない日もあるよ。駅前店はある。駅前店やっぱ立地柄こう他の店舗は昼にバーンって来て落ちるけど、うちはもう横ばいとかもうほんとこういう感じの店だから、ちょっと流れがわからないみたいな部分も、だからそんなに人も削れないし、かといって増やせれんし、で名門っていうのがそのいつ来ても空いてるっていうので安心感を持たせるっていうんで、うん、結構ら3時5時閉めるお店あるでしょ。それをしないのもそういう理由なの。いつでも確かになんかお昼休憩あんのかなと思って見たけど、はい、ぶっ通しで22時今は23まで23まで、ね、今月から22時45分ラストの23時、でもちょうど11時過ぎたらね、お客さんこの辺の人いなくなるからちょうど、まあ、やっぱり10時からまだ弱いかな、あの閉まってたっていうイメージが強いのかどうか、まだ6月で雨っていうのもあるし、はい、じゃあ、お願いします。
まず炙り2枚ください。麺はあの 中力粉と強力粉を合わせてちょっともちもち感を出せる麺を辻麺図工房さんに作っていただいております。何ですか、もう結構こちらのお店っていうのは長いんですか。もうちょうど4年になりますね、うん、僕はもう3店舗行って、で最後香川県のラーメン屋さんで教えてもらって、でここをオープンしました。パーティーはうどん店じゃないですか、はい、うどん、まあうどんみたいなラーメンっていうか煮干しそばは、うん、まあ、それをうどんをラーメンにしたような感じでやってます。何を見えますしました。あの煮干しの椎茸の足ですか。うちはもう1日ぐらい寝かすんで、これ煮干しです。煮干し、さっき干したやつがこれになる。豚、鶏、煮干しです。何時ぐらいからその準備みたいなの。朝はもうあの1時間前に入るようにします。仕込みの大差で違うんですけど、4時に入ったり4時半に入ったり、仕込みの加減でなんか。
あ、これも9番さんのお願いします。9番。はい。どうも、ハサル。お願いします。はい。もう、じゃあ3枚でいいですか？いや、6枚ください。6枚です。どこまで行くの？お待たせしました。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 
3号となるホームランを打った大谷選手、この後注目のポイントを秋さんと五十嵐さんに解説していただきます。今日の最新のニュースは、もうほぼこれであと寝かすだけなんで、このぐらいの色がついたら止めるっていう感じですね。うちは豚は一切入れてないです。鶏ガラともみじと、あとたくさんの野菜を、白菜、玉ねぎ、人参、セロリ、あと白ネギ、白ネギの頭などを約8時間煮込みます。沖ノ島ラーメンの特徴ってのはどんな感じなんですかね。簡単に説明。あご醤油は、まあ醤油、今このチャーシューを炊いた醤油を使ってるんですけれど、貝のだしの暖流ラーメンと、あとあごだしの寒流ラーメンには、沖ノ島の藻塩っていう塩を使ってます。野菜をたくさん入れてまろやかにしてるので、あまり角が立たないようなラーメンに仕上げて、私は近海で取れるトビウオだったり、ヒオウギ貝だったり、もうなるべく島のものを使って味を出しています。沖ノ島近海で取れた、トビウオなんですけれど、最近はちょっと海温の関係であまり漁獲が少なくなってきてるんで、どんどん値段が上がってきてるんですけれど、もうできる限り、沖ノ島のものが使いたいので、沖ノ島の方でたくさん取れるこのヒオウギ貝をと藻塩で味付けしてるので、麺はうちは替え玉を一つサービスでお出しはしてるんですけれど、その細い麺で茹で上がりの時間をなるべく短くしたいっていうことで、低加水にしてます。麺屋さんの方に、うちのオリジナルで作っていただいて毎日届けていただいてます。ひびじょ食品さんっていう麺屋さんですね。
待たせしました。飛び魚醤油ラーメンですね。これが最高に美味しいです。こちらのお店では先に、食券を購入して、この紙を渡して、注文するという形になってますので、ぜひ皆さんも行った時には先に食券を買って、注文してください。はい、お願いします。よく来るんですか？よく来ます。もう僕はここの、沖ノ島ラーメンのこの醤油麺が一番、しつこくなくて、あっさりしててすごく食べやすいんで、僕はこのラーメンを一押しにしてます。ここの、チャーシューがとても分厚くて、柔らかいんですね。弾流も食べてみたいと思います。お願いします。
はい、すいません、お待たせしました土曜日は、このチャーシュー丼が370円ですけど、平日の月曜日から金曜日までは、お昼は、セットで、20円で、いただけるようになってますので、皆さんセットの方がお得ですので、ぜひ食べてみてください。私が結構釣りとか旅行が好きで、沖ノ島によく行ってたんですけれど、でそちらで知り合った学校の先生とか、一緒に釣り仲間が、沖ノ島どんどん人口が今1万5000人なんですけれど、少子高齢化でどんどん人口が減っていってると。でその中で私がこうラーメンが好きだったので、ラーメンに合う食材がこんなにたくさんあるんだったら、ラーメンを通して沖ノ島をこう有名にしていきたいなということを伝えたところ、沖ノ島の方がすごい協力をしてくださって、でこちらなぜ岡山かというと、ちょうど岡山駅から八雲で、八雲の出発点なので、ここで沖ノ島がアピールできたら、どんどん足を旅行に行っていただいたりとか、よくよくは移住してくださったりだとか、何か地域社会の貢献ができればなと思いまして、スピチューブを見ている、皆様、今日の撮影、とても良かったです。ぜひ、見られた方は、沖ノ島ラーメンぜひぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうとこ分からん。今の時代ローンがチャラなんでプラスになるなんて。ほんまこんなこと考えれば。管理人が
の人が抜けてくれたら全部ようになるよ。あれが抜けんとね、抜かん抜かん。あとは全部ね、大体あれ作ったんよ。まあ、あれが一番大事なのに。全然も可愛いのに、うん、そうよ。もうね、今年はね、からお坊さんが来て、そうよ。だからよくほんまにこれもほんまなんだけど、お坊さんがちょっと怖かったですかね。いや、あれそらもう当たり前。だからあの僕がお供えしたものを寒すんだ途端にすっとこう下げるのは他の人にあれをするから。はい、上がりです。お待ちどうさま。すいません、水戸バスは混んで。はい、どうぞ。はい、頑張ってね。お待ちしてます。まずお水入れたら言うてね。地図、地図選んでもいいんだよな。うん、大丈夫よ。大丈夫だな。はい、よ。とんかつ。はい、お待たせ。こっちもちゃんと無形文化財。で、この、ここが、ここにあるのは希望線で、僕が希望線でもそういうふうに運命がしてくれる、そういう、あの、なって。もともと養殖はそこの人間、なんでこのラーメン屋さんに行けないんだろう。あの、居酒屋すりゃよかったんだよ。居酒屋か一杯飲ます。そうですよね。それなんでラーメンになったのか、そういうもんですよね。僕は屋台でもいいやと、よし、やるんだったら屋台でもいいやと思ったから。だからね、そのようにね、もう考えないのに、なんか手余りこれなってるから、これもっともっとね、これね、ここよりも出てる人は仲裁が、でもあんまりここが短い人は子供に恵まれない。そういうのあるんですね。前本当聞こうと思ったんですけど、トンマツってなんでトンマツなんですか。これはね、僕熱海に行った時に、熱海のお店が洋食と和食の店なんよ。そこで、7年勤めて、でその名前をもらって、で新しい店でしょった。それは家人でやったんだけど、玉野の玉、それがトンマツは昔はひらがなでトンマツだったよ。でもここでトンマツというのは、その後をうちに宴会作ってくれたあの水道店の人が雑談してやると。で残り3年、7年したんだけど、残り3年もう売り上げ落としてしまって、どういうならんだ、トンマツは辞めたんだったらうちをここやってくれんだよ。で3年間やればもう冷蔵庫も何もいらないから、あのいつも何人も言う、デートも言うし、でね、あとで現金50万渡したら、なんとかやってくれんかということで、やったのが、豚松で、あのトン太郎、ね、トン。で、うちがトン松。で、店を待つときに、トン太郎でお世話になったから、これで、トンと松の、同じトン松だけど、豚の松。トン太郎ってあのチェーン店の、そうそうそう、ああ、そっから。それをね、3年、7年間やって、10年やってないといけないの。それはもうやれなくて、
その残りの3年やらなかったらもう彼も帰ってこないし、契約金払わなきゃ。で残りの3年間やってくれ、だから給料なしよ。もう給料もなしで、どうぞみたいな。だから43年か、それでやって、それで店を持ち、ね、それだけもう設備がいらないか、金が、それでやったの。その時にこの人がおられたんです。あー、なるほど。それでこの人は30万貸し、指輪100万の指輪を貸してくれて、それで1試合で、それから酒屋さんに50万貸してもらった。僕は生命保険から何本もらって、そんなのも前に潰れた時にもうろくなこと言われんがさ、潰れたから、まあ、そうですよね。だから絶対もうやり立ち直したから、でここまでもう36年。ああ、ここでやってきた。なるほど。いろんなストーリーが、めちゃめちゃ話、あれですね、いろんな出来事があって、恥じらうこともそうやし、あれですね、いろんな出来事があって、恥じらうこともそうやし、そして、その、孫さんさんも言うてくれた人ね、宴会で使ってくれとったな、その人が僕を言うてくれた、それも縁があった、それも、トン太郎だろ、僕はトンマだろ、それが漢字の武者の、武者を入れたわけ。本当は平仮名の熱海の時は平仮名のトンマツやそれで豚のトンマツのトンタルさんに縁があったからね、もう今持って店持ってたらトンマツという。それでここまで36年間なんとか来てたから、女も作られし、カクカクしても生活だしね、なみんなに助けてもらうからね、助けてもらったから今がある。もし金があったらその時言うわ、払えって言うわ、当たり前だな。なかったからみんなしょうがねえから、もうええ、ね、昔の写真見しとかね。あ、そうだそうだ、まあ、それはその三十何年前に店持てるか持てるか分からへんか、そんなんな。なんかね、乗せねえ言うて。そうですよね。これはね、ちょっと美味しいって人間がびっくりしました。ラーメンと丼ぶりとやっぱ全然違うんですかね、なんか内容っていうかは。いやいや、一緒ですかね、ここ。まあ、もう、あ、もう全然それを、内容は一緒なんだけど、やっぱりスープとか麺が入るから味が変わるわ。あ、だから入れるものは違う、他に足さないといけない。なるほどなるほど、うん、ね、確かに。それだったらもう負けちゃうから、ね、確かに確かに。
美味しいっすね。美味しいっすね。あの前酔っ払っとったんで、ちょっとやっぱの、まあ飲んでも美味しいっすけど、シラフの時は余計に。あ、ほんま。うん。ほんまいいね。あの後で会ったら見てよ。ごちそうさまでした。なんかもう一つなんか食べたいですけど、なんかおすすめってあります？なんか食べておいた方がいいなみたいな。ラーメン、カツラーメン。じゃあ、はい、じゃあカツラーメンお願いします。はい、ありがとうございます。お待ちどさま。本末の会で。はい、お待ちどさま。待ってろ。本体どこやるんだ。あとは、もう開いた方がいい。890円。
うまはい、また来ますね。はい、すいません。失礼します。というわけで今日はね、表町商店街、表町に来てます。ここはね、新西大寺町商店街。これ夜になると結構ね、雰囲気がね、なんかまったり系というか、ちょっと下町感があるようなね感じがするんですけど、今日ね、夕方なんですけど、ちょっと気になるねお店あるので行こうかなと思うんですけど、いつもはねこの辺ブラブラしつつなんですけど、今日はねちょっと違う場所、ここからちょっと離れた、まあ、徒歩5分ぐらいのラーメン餃子のお店に行こうかなと思うんですけど、まあ、この辺で1時間駐車料金200円ぐらいのとこあるんですけど、ここの、ね、グリーンパークっていうところ60分100円です。あ、すみません、ありがとうございます。今あれですかね、昼間とかはやってないんですか、ね、あ、本当ですか。昼間来たんですけど、やってなくて。あー、そうなんですね。あ、ありがとうございます。
というわけでごちそうさまでした。あっさりめのね、ラーメンですね。本当に優しい感じで、餃子もね、なんかこれ昔ながらのなんかなんていうんですかね、よく昔食べたような感じの餃子でした。で、場所がですね、これはもう大雲寺交差点ですね。でこっちから行くと東山の方に抜ける。でここですね。昼間はね、前やってたらしいんですけど、今やってなくて、夜の夕方の15時から、20時までやってるそうです。やってんのかなと思ったんですけど、夜になったらやってるというお店でございます。
米の味噌だれです。初めて食べた味噌だれって。うん、味噌だれも合う。いや普通はあのポン酢とかだと初めて、うん、ありがとうございます、うん、なんかうまっ飲み屋のクラブからもらう。もうここお店どれぐらいになるんですかね。もう41年目ぐらいになるんですか。あ、41年、うん、あで終わるんかな。3月で42年目で。あ、42年目、うん、もう 2代目。そうです。あ、2代目、うん、僕が呼び出して、20年目ぐらいですね。なるほど。じゃあちょうど本当にあの県外からのお客さんとかもついでに、うん、条件もどっちか人口的にもやっぱりこっちが6割7割兵庫県から、はい、まあ、いつも来てくれる常連のお客さんはやっぱこっちの皆さんね。久々です、うんうん、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。なんかあのいろいろお店似たお店あるじゃないですか、はい、あれっていうのはもうフランチャイズというか どんな感じなんですか。もう名前を一応フランチャイズはフランチャイズなんですけど、もう自由っていうかね、あ、名前だけ、うん、あ、うちのチェーンはね、ああの味噌とかも指定されてあったりするんですか。一応ね、はい、そうだね、あ、はい、麺とか餃子とか、あ、もう全部そのその、あ、あのでももう緩くなったというかね、もうやめるところが多くなって、昔はもう一つ一つ指定されてたんやけど、うん、今はもう自分で全部やってくれる。あ、うん、じゃあそのお店それぞれのやっぱ味というか、あ、違うと思いますよ、はい、まあ、1時間待ちとかね、で10時までで締めを言って、締めちゃうけど、次々次々入ってくるから、もう気づいたら時計の針がもう10時までで朝はもう5時か6時には起きて、次のやるようなんだ、間に合うでしょ。でもその当時僕らはちょうど小学校1年生か2年生くらいで、もうやっぱ先に勝手に寄ったよね、うん、何を食べさせたのか今思ったらね何をいつお風呂入って自分で入ったんだろうか、いうぐらい正しい10年ぐらいだった。ご飯、ま、いやいや、はい、すいません、ごちそうさまでした。はい、はい、また酒井さんから、はい、すいません、ごちそうさまでした。はい、失礼します。
はあのあれ豚鳥動物系とあと魚系のトリプルスープですね。そうですね。スープはもう全部同じスープでタレとかが違ってきます。はい、塩と味噌は同じ麺なんですけど、はい、背脂とつけ麺は全く違う麺で当店3種類麺があります。はい、これが塩の麺ですね。背脂ですね。でこれがつけ麺の麺ですね。この3種類です。これはあれですかね、もうあの1食分ってことですか。あ、これ2玉です。あ、このアゴの、アゴ出汁のお店を始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。きっかけは私が東京に修行に行った時に、その修行先の焼きアゴシラメ高橋の味がもうめちゃめちゃ美味しくてですね、もう食べてその場でもう求人に応募したっていう。そうです。東京で修行して4年修行して帰ってきました。じゃあお店をオープンしても、まあ、まだつい最近というか。そうです。まだ半年、やっと半年経ちました、焼き鯖の出汁をすごい凝縮したタレを使ってまして、本当に岡山中四国には多分ないような塩ラーメンです。それで、あれですよね、岡山県内の、はい、ゴールというか、ビューオーのお店って少ないですか。そうですね、何店舗かはあるみたいですけど、うちほど濃いのは使ってるとはないと思います。濃いんですか。ものすごい濃いです。まあ、トビウオだけではないですけどね、他の魚も入ってますけど、メインはトビウオで、いろいろな魚をまあブレンドしつつ、トビウオがまあメイン。そうですね。旨味と甘さと。いたしました。焼きアゴ塩ラーメンですね。ご飯とわさびを入れて出汁漬けで締めるっていうのはお店として一番おすすめの食べ方です。ご飯も、じゃあもうあれですか、もうその全部その麺とか食べた後にそのご飯を入れて、このわさびを入れていただいて、これまさに本当にあのご飯をと一緒に食べたら、はい、あの最高だと思います。最高ですね。しっかり味してるんで、はい、このチャーシューっていうのはなんかこだわりみたいなのがあるんですか。チャーシューもとにかくやっぱ柔らかくなるようにしっかり煮込んでですね、あのなんかあれですか、薄いそのチャーシューと、あのちょっと厚めの、そうです、部位が違います。はい、バラ肉、分厚い方がバラ肉で、薄い方はロース、肩ロースですね。肩ロースの低温調理。次は、背脂醤油ラーメンですね。これをお出ししたいと思います。この背脂醤油ラーメンもアゴを使っているんですか。そうです、それも入ってますね。はい、もうメニューもすべてアゴっていう。一応入ってます。ただその背脂はどっちかというと煮干しもやっぱり強く入ってますので、だからそのいろんなものを混ぜることによってなんか味が安定したりするわけですか。 より深みが出ると思いますか。はい、
待たせいたしました。背脂醤油ラーメンですね。いいですね、これなんか、はい、さっきとまた違った感じで、はい、そうなんです。濃厚なんですけど、この醤油の味がしっかりそうです。してます。これ細いとちょっとなんかまたなんか物足りないというか、はい、味がまた違うものに変わってそうなんですよ、美味しいですよ。濃厚背脂辛甘味噌ラーメンをお出ししたいと思います。お待たせいたしました。濃厚背脂辛甘味噌ラーメンですね。染みますね、この味噌が。でもあれですよ、そんなに別にじゃあ油だしを入れてるかって、それはまたそこまで魚はそこなり入れてないんですよ、うん、あんまり入れすぎたら味噌汁になっちゃうから。ただやっぱり濃度と甘さとか辛さ、そこにはすごいこだわりがあって、もう甘さもいろんな甘さを入れたりとか、うん、辛さもいろんな辛さを入れてますんで、今日は3杯、食べていただいてありがとうございました。常に美味しい美味しさを追求してラーメン作り頑張っておりますので、ぜひ一度皆様ご来店いただいてご賞味いただければと思います。皆様のお待ちをご来店心よりお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。
て、この島って、今はもう800人以下なんですけど、スーパーとかあるんですかね。スーパーっていうか、まあストアみたいな。あ、ストア、はい、1軒、2軒、3軒お、まあ、大きいというか、みんなが行くところは2軒ぐらいですね。なんかすごい山奥に1軒あるんですけど。あ、そうなんですね、はい、あ、これはカラーだ。いい出汁出ますね。ね、これ。もっと入ったかったんですよ。あ、そうなんですか。あ、安定してきた、ね。でそこにまたタイの出汁が乗っかって
なんかちょっとほんのりまろやかな感じで、なんか旨味が凝縮されたようなね、醤油の加減もちょうど良かった感じです。いい場所ですね。もともとはあの石切り場で、そこからあのやっぱ観光向けに、うん、ラーメンを出してたので、この他もなんかいろいろあります。もう今ぐらい、今ぐらいです、大体、はい、もう来てすぐですね。マスター、もともとどこの出身なんですか？4、5年前、大阪から岡山来ました、はい、修行っていうか、まあそのやっぱそうやっとったら自分でラーメン屋したいなってなって、あえて大阪帰ってやるんじゃなくて岡山で、はい、そうなりました。なんか値段高い、こんなバラ豚バラチャーシューがなかったら1000円で安くできるのになっていう、そういう SNS を見たんですけど、僕はあえてもうそれも減らしたくないです。もうその豚バラチャーシューも入って、全部が入っての美味しさがあるから、はい、もうそこはもうこだわりで減らしたくないんです、はい。あ、僕今ええこと言いましたね。これなんか脂身をもう切り落とすんです。これ背脂なんで、あの全然あの煮込んで使えるんですよ。全然あの背脂ちゃっちゃとかやるかな、でもその仕込みのする余裕もなく、とりあえず普通のラーメン出してるんですけど、なんか背脂ちゃっちゃ系もやりたいなって思ってるんです。これ全然使えるんです。この中に2等分して、これがレアチャーシューになります。
このレアチャーシューはだいたいいつも1ケース毎日発注してて、で4本届くんです。でそれをまあ半分切るか8本、毎日8本仕込んでます。はい、ここから寝かせるみたいな感じ。いえ、もう低温調理でもうそのまま。大体どれぐらいで、だいたい4時間半です。はい、11時から営業です。11時から営業です。ほんまだらだらやってます。あ、もうマイペースだ。マイペースで、はあ、ちょっと一息をこう、ちょっとタバコ吸いに行こう。タバコよな、あれ、まあまああれだな。2時間ぐらいしか寝てないんです。もう夜も遅くまで片付けして、で次の日の仕込みとかして、もう2時間ぐらい、ほんともうそんなんなんですよ。その中でも僕はそのインスタとかでメンションとかしてくれたら、僕は絶対そのメンション返しみたいな感じで、ありがとうございましたって、もう一人一人に、もうそれは寝る時間も削ってまで、そこはもう大事にしようって。あ、すいません、ありがとうございます。確認してみましょうか。もしあったらお願いしたいんですよ。10玉しかないんです。ちょっと今すぐ聞いてみます。10玉しかないんで、はい、もうまあ、混ぜそばで使ってるんですけど、はい、売り切れる可能性が大事なんで、結構最近混ぜそばよく出まして、はい、10玉じゃ不安やな。あれなんか2日かかるって言われてるね。はい、あればいいんです。あればいいんです。ちょっと今すぐ確認します。こだわりの富士メンズ工房さん、岡山で有名な富士メンズ工房さん、これを毎日仕入れてます。こういう感じです。こだわりの麺ではとっても小麦の効いた本当に美味しい麺です。はい、まあ、低温調理したものと一緒っていう。あ、これはまた違います。これは圧力鍋で炊いて、圧力鍋で炊いてトロトロに仕上げたやつなんです。なるほど。はい、これを冷凍保存してて、これまた蒸すんです。これ蒸したらまたふんわりしてとろっとろの、昨日の夜中に仕込んだ出来たてほやほやの鶏スープ、たっぷりのこのとろっとしてるでしょ。もうゼラチンたっぷりの、旨味たっぷりの、これがラーメン打の売りにしてるスープです。このとろっとしてるけど温めたらサラッとします。あ、ほんまや。あと1分です。はい。
皆さん11時になります。オープンします。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。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 いつもこの掛け声いつもやってます。はい、お待たせしました。オープンしまーす。で、この雨の中、すみません。ありがとうございます。同時に行けるんやったら同時で行きましょう。うん、ラーメンと。はい、ラーメン出ますね。はい、スープ行きます。はい、塩ラーメン、醤油ラーメン出ます。はい、お願いします。塩ラーメンからいきます。はい、お願いします。はい、次、塩、醤油ラーメンとレアチャーシュー丼です。はい、お願いします。はい、お子様ラーメン、スープいきます。はい、お子様ラーメンできました。はい、お願いします。はい、まるそば麺上がりました。
森津くんお願いします。はい、醤油ラーメン出ます。お願いします。お願いします。はい、OK です。はい、その後醤油と、その後レアチャーシュー丼が2つです。はい、はい、醤油ラーメンと塩ラーメンいきます。はい、醤油と塩麺入ります。すみません、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。はい、醤油と塩出ます。はい、お願いします。まゆそばの麺上がったら塩ラーメンいきます。まぜそば盛り付けお願いします。はい、塩ラーメン出ます。の大盛りいきます。はい、麺あります。はい、はい、醤油の大盛りいきます。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、お子様ラーメン麺入ります。めっちゃバタバタしてそうなんです。いらっしゃいませ。2名様ですか。はい、こちら空いてますのでどうぞ。はい、お子様ラーメン出まーす。はい。
ポルセクさんですね。お願いします。はい、盛り付けお願いします。レアちゃんお願いします。レアちゃん、はい、はい、自家製ユーチカレーです。自家製ユーチカレー初めから作ってます。はい、塩の波と醤油の大麺入ります。はい、はい、塩の舐め先出ます。あ、味玉トッピング、はい、塩の舐め出ます。お願いします。すいません、お待たせしました。塩ラーメン味玉トッピングです。次、醤油の大盛りいきます。あります。はい、カレーのご飯もお願いします。はい、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。アメちゃん、オッケー？あ、すみません、お客様ごめんなさい。あす。
はい、カレー OK です。はい、カレー上がります。あ、どこでも大丈夫です。はい、醤油ラーメンを、塩ラーメンと醤油ラーメン大盛り、カレー、あと炙りチャーシュー丼、炙りチャーシュー丼、カレーはなしで、はい、塩ラーメン、醤油の大と炙りチャーシュー丼、塩の波と大、はい、塩と波と塩波大いきます。はい、塩の波と台いきますね。はい、麺入ります。スープいきます。塩ラーメン並と抱いてます。はい、塩ラーメン並です。はい、塩ラーメン抱いてます。お願いします。はい、緊張します。なんかありがとうございます。はい、炙りチャーシュー丼の炙りお願いします。塩醤油代、その後混ぜそば。はい、な、混ぜそば麺入れときましょうか。混ぜそば麺入れときます。はい、はい、塩なめ醤油代麺あります。はい、行きます。はい。
混ぜそば麺あと30秒です。どんぶりまだです。はい、お願いします。こっちお願いします。はい、お待たせいたしました、塩ラーメンですね。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。はい、醤油ラーメンの台いきます。お願いします。持っていきますね。はい、お願いします、はい、ありがとうございます。お待たせしました、醤油ラーメン大盛りと炙りチャーシューラーメン。はい、はい、お待たせしました、ごゆっくりどうぞ。はい、混ぜそば2つお願いします。はい、出来上がりです。はい、お待たせしました、醤油ラーメンでございます。ごゆっくりどうぞ。イエイ。ということで醤油ラーメンですね、出来上がりました。はい、うん、まず見た目美しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗なラーメン。ありがとうございます。もう、はい、もう見た目からこだわってるんで、はい、もう見た目から美味しいみたいな、うん、まずスープをじゃあ、はい、いただきます。わ、美味しそう。いただきます。上品な、上品な仕上げてます、うん、はい、ゆうちさんの優しさとか柔らかさがこう味にありがとうございます現れてるような、はい、はい、本当に美味しくて丁寧で、ありがとうございます。すごい、はい、麺線がね、もうすごい綺麗ですね、はい、ありがとうございます。先ほど言われてた藤麺さんの、藤麺さんの、はい、こだわりの麺です、うん、
はい、はい、ではいただきます。またこのスープと、はい、合いますね。そうです、うん、もうバランスが良くて、これもこれもやっぱりあの、うん、スープと麺とのうまい具合絡まった調合も僕、うん、そのこだわりを見せて、はいはい、太麺じゃ全然合わないです。うん、この麺だから合うみたいな、うん、もうそこまでこだわって やりました。まぜそば用の麺は富士麺図工房さん推しの十二麺体を使ってます。タレがよく絡んでめちゃめちゃ美味しいです。ラーメンユーチのお家にしてる肉味噌です。オリジナルのめちゃめちゃ美味しいです。これがあることによってまぜそばが美味しくなるんです。はい、お待たせしました。混ぜそばでございます。追い飯もついてます。お待たせしました。どうぞ。混ぜそばですね。はい、これもうめちゃくちゃ具沢山です。これちょっと何が入ってるか色とりどりで、はい、なんかもう見た目からまたこれも綺麗、はい、まあチャーシュー、チャーシューはですね、はい、あのラーメンにも使ってる豚バラチャーシューと、はいはい、鶏のレアチャーシュー、あるいは鶏の胸のチャーシューと、はいはいはい、あの豚肩ロースのレアチャーシュー、うん、その3つを混ぜたやつを使ってます。はい、でネギ、ニンニク、魚粉です、ね、魚粉です。で紫オニオン、ニラ、はい、メンマ、のり、そうですね、でさっき言われてた自家製の肉味噌、肉味噌です。はいはい、はい、そしてこれを混ぜることによってすごく美味しいです、はい、あ、で、はい、これに使ってる醤油だれなんですけども、 はい、あの醤油ラーメンに使ってる醤油だれを使ってるんで、もうものすごく香りもよく美味しいです。そして麺が、麺が富士麺図工房さんの、はいはい、富士麺図工房さん売りにしてる十二麺体を使用しています。この麺が12個あるっていう感じですね。そうです、はい、以前はあの特注の手もみ麺使ってたんですけども、あの十二面体を今使ってます。はい、こっちの方があのもちもちして食感もよく、はい、タレにもよく絡んでものすごく美味しいです。とりあえず、はい、卵を、はいはいはい、割ります。卵割るんですね、まず。この見た目、こっからです。なるほど、トロンと、このトロンとこのエロさを出す、エロさを出す、はい、はいはい、そっからも混ぜます。このレンゲと箸をうまく使いながら、そうです、はいはいはい、レンゲをと箸をうまく使いながらグワッと混ぜたら飛び出るんで、そうですね、外から内側に、なるほど、そうです、外から内側に、はい、はい、もう、美味しそうですね、もうこれでぐちゃ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 混ぜます。うわ、この混ぜてる間もうわ美味しそう、早く食べたいってなるんですけど、そこは我慢をして混ぜます、はいはい、食べたいってなりますね。香りがもうひたすら混ぜます。はい、なるほど、うわ美味しそうですね。うまいっすね、やっぱもうこの混ぜてる間にもよだれがなるんですこれでいきます。こんな感じです。うわ美味しそうですね。もううまそうでしょ、うん、はい、こんな感じです。しっかり噛んで、はい、めちゃくちゃうまそう。香りがすごいですね。そしたらいいですか。はい、どうぞご試食どうぞ。早速いただきます。うん、すごいこういろんな素材のうまみが、うん、もうなんか上品なラーメンに対してジャンキーに仕上げてます、う
斬新さもあるけど、はい、上品さもありますよね。そうですね、はい、うん、香りといい、はいはい、言われてたその醤油のタレが麺としっかり絡んで、そうですね、そこのしっかりした味プラスにこう乗ってた具材たちのそれぞれがこう、はい、なんていうんですかね、もうチーム総戦、総戦力というか、はい、はい、これはまさに、ね、はいはい、もう混ぜそばなんで味もちょっと濃いめに仕上げてます、うん、はい、これがまたよく出まして、うん、もう混ぜそば屋さん違うかってみたいな感じの混ぜそばばっかり出る時もあるんです、うん、はい、いやけどこれは混ぜそばを食べに来たくなるラーメン屋さんですけど、はい、ですね、うん、本当に嬉しいです、美味しいです、はい、こ僕的にはこうめちゃくちゃ他のお店さんの濃さよりは濃すぎないでちょうどいい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、うん、はい、せーので今トーストでやりますか。これはですね、この味は本当まさに、せーの、うまトーストI'm gonna go get some more.
いします。やわらかめはい、というわけで、あっさりしたね、奥深い味わい、僕も結構好きなんですよね。ぜひ気になる方は行ってみてください。ありがとうございました。